こんばんは。ダイヤチャンネルです。こんばんは。あ、マーケル見ました。おお、早っ。見た？見れてないです、ちょっと。やばいっすか？あの次の日仕事の時行かない方がいいやつですか？めちゃくちゃ涙出ますよね。泣けるよ、ダメだよ。じゃあ、もう俺もずらダメなんですよ。ダメなんですよ。俺それダメなんですよ。もうやばいんです。死ぬほど泣くんで。でも結構泣くよ。やべえっすか？めちゃめちゃ。マジやべえっすか？あ、休みじゃないといけないやつだ。本当に感謝する。何が泣けるんですか？いや、言うならば、二宮君の、その、ことを考えると。あ、役ね。いや、それ役でしょ。ゆうみやくんのこと思ってないからキモいでしょでもあれが実はなんだろうっていうことだよね。先人たちは物語がやっぱ素敵なんですね。そう、時代が変わっていれば考え、こういう世の中でこういう人たちがいたんだと。うわ、すごいよね。公開中ですから。公開中です。皆さん見てください。映画館ぜひ。だから公開して2週間で見に行って早いですよね。ってことは親愛なるも全部見たってことですよね。ん？ん？いや、見てない。だからその前だもん。そう、全然前ですから。親愛なる全部ではない。なんででもめちゃくちゃ面白かったよね。てか周りの人も言ってたもん。あ、でもどんどん面白くなっていったって。最後までってことですよね。最後も見たよ、ちゃんと。あれ逆に、え、うん、よしよしよし。じゃあ全部見たんです。間が抜けてるってことです。どういうこと1回1話見たとしたら何回見たの？3話分は見てますね。1、2、3で最終回。最終回1、2で間1個あったかな。で最終回いやもう分かんなくないですか。え、ドラマさ全部見れないのよ俺。そうそうなんよ。最近多いらしいんですよ、ドラマ見れないっていう人。間を抜いて最終回だけ見るとかってとか。今流行りのタイパです。タイパ、タイパ、何ですか。タイムリーパー。タイムパフォーマンス。この時間でこれをやるにはちょっと効率が悪いみたいなことってことですか。だから我々のチャンネルも倍速で見られてるとかって。倍速で見るんですか。倍速で。マジで1回2倍ぐらいの速さでちょっとやる今からほんと2分ぐらい。そうそう、そう、通常で見せるには俺らが2倍になれば。なるほど。要は通常で見ることになるわけだから。確かに。じゃあちょっと2倍で喋ってみますね。じゃあ心掛けていきます。よーい、スタート。これでもこれ逆にこれはこれで通常かもしれない。2倍にならないかもしれない。聞き逃したのかなぐらいの静けさでしたね。そうだね。最近山田君どうなんですか。ちょっと今落ち着いてる。でもライブとあともう今は特にね、ライブだけ。2023年なんか23年いつから動き出すんですか。いつから2月ぐらい。また言えない。やだ。口は早くしたいんだけど脳が追いついてない。全然追いつかない。ちょっとアイコンをヘッダーを更新しよう。かっこいいの撮りましょう。ポージングしちゃう。でも今かっこいいですね。今結構決めてますよね。でもほら後ろはかわいポップじゃないですか。ガチガチみたいな。眉毛変えた。よく気づきましたね。変えたやつ。変えたの。はい。変えたって何変えた。わかりません。濃くの。濃くしました。ないところがある。ああ。で。見てなバカ。そこ埋めたって感じ。こんなサイズないよ。絶望的に写真のセンスなくないですか。皆さん申し訳ない。申し訳ない。やらせといてもなんなんですけど、マジでセンスで。で、ここはセンターぐらいです。もうちょい欲しい。もうちょい欲しい。こうだ。いて。やのライトちょっと動かして。届かないといいか。あ、それぐらい。こういうポジションね。はいはい
回走ってみたらシャッター押して一旦ね、うん、いいのか無理だ最後無理だ、うん、ちょっと待って、本当にタイムラプス無理でしょ。タイムラプス、いやもうそれやりましょう。ちゃんとやろう。教えたんですから、だって。あ、これじゃない、なんかずっと針が回ってますか。あれ違うんだ。早くもう、ちょっと待って、もう待って、わかんねえ、なんか、いやもう1年経つと忘れるよ、人間は。1年経ってないし、なんか端っこになんかあるんだよね、押すとこ久々にダサいっす10秒ですよ、10秒。あ、見つけたらしい。見つけた。いきますよ、いきますよ。顔の位置合わせ、顔の位置意外に高かったな。でもどう？見つけましたよ、割と。どう？いや、申し訳ないね、山田が進化しちゃって。かわいい。かわいい。一人おねえいる。一人おばさんいますよ。ひどいよ。もう何なんですか、この。かっこよくって言いましたよね。かっこよくって言いましたよね。もう一回やろうか。それはね、さすがダメですね。一人おばいるやん、だって。タイマーが遅いからじゃん、多分。まあ、ちょっとなんか緩んじゃいましたね、頬が、うん、3秒にしますね。じゃあ3秒にしましょう。3秒にしましょう。いきますよ、決めよう。はい。ちょっと待って、じゃない、ギリじゃない、間に合った。いや、無理だと思う。いや、3秒ちょっと無理だ。だって3秒か10秒しかないもん。もう山田くんはもうやだ。もう考えましょう。じゃあどうやったら3秒、じゃあ1回見てみる。ちょっとブレてんな。もういいか。いやいや、ダメだよ、ダメだよ。ブレちゃってんだから。いや、でも待って、ちょっと待って、マネーそうだよね。なんで可能性はあるじゃん。10秒でいきましょうよ、余裕持っていいじゃないですか。よく笑っちゃってるもんな。で、ちょっと間に合うかもしれないです。これでもまだ間に合う可能性あるよね。これはじゃあちょっともう一回、俺笑っちゃってるんで今。ちょっと面白い。ギリギリすぎる。面白いな。ちょっとちゃんとやろう、マジで。せっかくちゃんとやってたの。3秒でいいんですか。3秒。いや、あの10秒ちょっと長いんです。ちょっと待ってください、気持ち作らせてください。いきます、いきますよ。 OK。 はい。いや、間に合ってんじゃない。多分間に合ってる。最後の方の写真は多分大丈夫。俺最後笑っちゃってるわ。なんだ、逆に言うと3秒で山田って笑いこらえて、フーマンが笑っちゃってるじゃん。じゃあおもろいんだもんだって。走ってるじゃあ俺が一番見えちゃってるんですよ。ねえって、ずっと見えちゃってる。ちゃんとや、3秒で。二宮君はもう この場で消えてるじゃないですか、山田君は。見てよ、俺ずっと見えてる。山田君の旅路が。いやでも、もう間に合ってるよね。僕は間に合ってます。ちゃんとやります。もうあとはもう お三方次第ですわ。そうだよね。ちょ、笑っちゃうな。しようしよう、マジで笑っちゃう。3秒でここまでかっこよくなれるんだから。いきますよ。はい。二宮くん。二宮くん。今のニノさんですよ。ウーマが悪い。なんで、何が、ウーマが悪い。何が、何が悪いの。いや、なんか二宮くんここで消えてるみたいなことだから、ちょっと追っちゃった。オートめっちゃおもろくないですか。オートやばいのよ。ねえ、やめて。二宮くん楽しそう。ほら、今いい感じだったのに二宮くん投げる。本当にちゃんと笑ってる。ちゃんとやろ。山田くんさ、スタートもこっちでもいい、どんだよ。リードしてる。あ、そういうことや。行きますよ。ちょっと待って。おい、頑張れ。おもろすぎるって。何してる。おもろすぎる。マジで知ってる、知ってる、知ってる、面白い。いや、中丸くんがすごいんですよ。おもろすぎる。ねえ、ちゃんとちゃんとやろうって。逆に行ってみます。いや、俺はできるもんだって、ここで押してこうだから。あ、そうか、そうだ、できちゃう、できちゃう。こっち中丸くんやってみます。いや、こっちだってどうせ遠いもん。いや、だから中丸くんがもう外で、僕は、あ、中でこう、そうです。これね、これこれ目指すよ、みんな、うん、はい。なんでできんの。いや、マネたマネたマネたでしょ。あれ、なんでできんの。いや、だから腕が長い。長めのやっぱ運動神経。
誰よりもかっこいい顔してますね。なんで？え、もうこれにしたらいいじゃないの？カトゥーンの写真とか、うん、この前だって名古屋のジャニーズショップ僕行ったんですよ、うん、全部同じ顔してましたこれでも決まりそう、笑わなければ。じゃあもうこれちょっと、うん、でも山田がやっぱりちょっと、え、ちょっとそうですね、山田君のやっぱりなんか首確かに首から出ちゃってる感じになるから、ちっちゃすぎる。もしかしたらこう、こう、こう頑張れ頑張れ、3秒で頑張るから笑わないで、笑わないで、笑わないで、笑わないでとか言わないで。なんで？笑ってないから、そもそも笑ってたじゃん、めっちゃ笑ってました。姉さん笑ってたっすよ。いい近くっすよ。見ないのも多いんだな。行くよ。視界の中でこう、山田君が動いてる。行きます、行きます。おー、これでもういいんじゃない。最後の1枚は、最後の1枚は絶対いけてるはずなんですよ。最後の1枚はね最後の1枚は絶対こうなる。最後の1枚まり決定でーす。やだよなんでだ、なんでだ。絶対あるっすよ、絶対あるっすよ。まあどういうね、撤退になったかちょっと、うん、これもう上がった後に撤退更新するんで、うん、ぜひ見ていただきたいと思いますね。2023年も、はい、楽しくやっていきましょう、我々ね。はい、お願いします、お願いします。ここにでもこの A、この iPhone の AI がこれが一番いい写真ですっていうのを言ってない、チョイスするの、チョイスしてない。え、違う、だから最初の1枚とかですよ、あれ。あ、そういうことか。そうそう、最後間に合ってない、最後間に合ってない。ここら辺から間に合ってない。